クリスチャンズボートリで、現在のオスジョの海画。右側のデジロアプロバステナントリで。デンマーク領黄金海岸は、デンマークノルウェーが支配していたアフリカ植民地。ギニア湾岸の黄金海岸の一部。最初は、デンマーク西インド会社による間接統治で、後にデンマークノルウェーの直轄植民地となった。デンマーク領黄金海岸は、1850年に、 デンマーク王国からイギリスに売却され、イギリス領黄金海岸となった。デンマークによるこの地域への進出は遅く、ポルトガル、イングランド、オランダ、スウェーデンの後だった。1649年の終わり頃に、ホルシュタイン公国のグリュックシュタットから3と目に向けて、デンマークの探検隊が出発した。1654年から1655年にかけて行われた、 別の探検航海の成功もあり、進出を継続させた。すでに他のヨーロッパ諸国が拠点を構えていたため、後発のデンマークには困難があったが、1658年にヘンドリク・カーロフがスウェーデン領のカールスボートリデをデンマーク王の名のもとに占領した。カーロフはまた、積み荷を満載した商船ストックホームズスラットもダホした。時を同じくして、 ヨーロッパでのスウェーデンとデンマークノルウェーの戦争はロスキレ条約で1658年2月26日に終結した。この平和条約によってストックホームズスラットなどの戦利品は戦争に勝利したスウェーデンに返還されることになっていた。しかし砦と船は返還されなかった。この事件はスウェーデンを激怒させ戦争を再開する原因の一つになったとされる。 コッペンハーゲン条約によって1660年5月27日に戦争は終わり、スウェーデンはギニアの植民地に対する権利を放棄した。だが、コッペンハーゲン条約が結ばれる前に、オランダは言葉巧みにデンマークから砦の権利を譲り受けていた。しかし、1664年にイギリスはこの砦を奪い、ケープコースト城と命名して、 そのまま1877年までイギリス領を黄金海岸の主婦とした。1659年の終わりにデンマークは現地のフェツ人の王から砦を建設する許可を得た。そこでカールス坊の近くにフレデリクス坊を建てた。これは1685年までのデンマークの手にあり、その後イギリスに売却されてフォートロイアルと解明された。 1661年の早期に、デンマークは、アクラの王に金を支払って、オスに砦を建てる許可を得て、これをクリスチャン四世にちなんでクリスチャンズボウトリデと名付けた。これが、デンマーク領黄金海岸の主婦となった。これらは、ヨーロッパ人が黄金海岸を占領したことを意味するのではない。これらは、それぞれの地域の支配者の主権を認めた上で土地を借り、代わりに、 時として厳しい条件を課せられた年貢を支払うものだった。ヨーロッパ人の影響範囲は単に取り出から大砲の弾が届く範囲だけと言われていた。当時の大砲の射程であるから、それは1キロメートル未満である。ヨーロッパ人は長らく地元の支配者たちに依存していた。もともとヨーロッパ人をこの地域に引きつけたのは黄金や雑毛だったが、すぐにこの地の支配者たちは何 世紀にもわたってアラブ人商人に販売していた別の商品、つまり奴隷を売り込み始めた。アフリカでは戦争は日常茶飯事であり、奴隷貿易はすでに組織化されていた。奴隷は各地のバラクーンと呼ばれる専用宿舎に集められ、そこからアフリカ人の奴隷商人によって沿岸部に連れ出された。奴隷の一団が中間業者によって連れて行かれる。 先であるヨーロッパの取りは国の規模と関係なくどれも小規模なもので普通は数人の役人と50人にも満たない兵士がいるだけだった。現地に不慣れなヨーロッパ人の死亡率は高く一方ヨーロッパ人と現地女性との関係の結果として根血児の一団が出現しており結果的に彼らは取りに勤務することようになっていった。規模の小ささと 相まって、砦は容易に外から隔離された。1674年から1755年まで入植地はデンマーク西インドギニア会社によって管理されていた。1680年12月から1682年8月29日までポルトガルはクリスチャンズボウ取りを占領した。1750年にデンマークの直轄植民地になった。 1782年から1785年までは、イギリスの占領下にあった。1850年3月30日、デンマーク領黄金海岸の植民地と、鳥ではすべて英国に売却され、イギリス領黄金海岸となった。その植民地管理者の肩書きは、1658年以来、オバフート・オーバーホーブドだったが、1766年に、知事、 ガバナーに昇格された。デンマーク人は17世紀半ばから19世紀初頭まで奴隷貿易に関与していた。デンマークの海軍と商船隊はこの時期にヨーロッパで4番目の規模だった。1660年代に黄金海岸植民地が設立された当初は金や造毛などの商品が支配的だったが18世紀の変わり目までに奴隷は デンマークの貿易において最も重要な商品となった。大型奴隷船はアフリカの海岸に到着すると船室を一種の移動可能なショールームに変えるようにしばしば支持された。18世紀全体を通しての集計ではアフリカ人奴隷の輸出のうちデンマークによるものは黄金海岸からの総輸出の約5%を占めていた。特に1780年代までで見れば 比率は10%にまで上昇する。1672年、デンマーク西インドギニア会社はカリブ海のセントトーマス島に植民し、さらに1718年にはセントジョン島に、1733年にはセント黒い島にも植民し始めた。これらの領土はかなり小さく、合計面積350平方キロメートルでしかなかったが、 奴隷労働に依存した集中的で収益性の高い砂糖生産のためデンマークの旗の下での大西洋奴隷貿易において最も重要になった。その結果デンマーク西インド諸島の奴隷の死亡率は出生率よりも高かったため毎年奴隷を輸入する必要があった。これらの奴隷にされた人間のほとんどはアフリカから直接運ばれたが残りは 外国のカリブ海の島々から来た。1803年に奴隷貿易が廃止された後、デンマークの植民者たちは、代わりに黄金海岸に、また、コーヒー、砂糖のプランテーションを設立しようとしたが、ほとんど成功しなかった。1817年に、海岸のデンマークのほぼすべての拠点は、クリスチャンズボー以外は見捨てられた。 そして1850年にはクリスチャンズボーも含めて英国に売却された。大西洋奴隷貿易を通じて約1250万人のアフリカ人が捕らえられ、そのうち1070万人が南北アメリカに移送されたと推定されている。デンマークの奴隷貿易はこの貿易の約1%を占め約10万人のアフリカ人が輸出された。デンマークは 奴隷貿易を禁止した最初のヨーロッパ植民地帝国だったが、この法律は1803年まで施行されず、違法取引は19世紀まで続いた。次の取は1850年に全ての取がイギリスに売却されるまでデンマークが所有していた。これらの主要な取とは別に、いくつかの取と公益所が一時的にデンマーク人によって保持されていた。ありがとうございます。